皆さん調子いきょうか奇跡です今日はですね、FIFA カタールワールドカップ、日本対スペイン。<laughs> ついに来ました、えー、現在ですね、カナダ時間で、えー、午後1時52分を回ったところでございます。えー、日本はですね、えー、キックオフが午前4時ということでですね、すいません、私だけ快適に見させていただいてます。 申し訳ございませんいやーとっても楽しみですね僕今カナダのトロントにいるんですけどすごくねあのー、皆さんもご存知の通りすごく多国籍な国でしていろんなね国の方が本当に住んでらっしゃるんですね。でやっぱりこういう世界大会ワールドカップのような世界大会っていうのはその方々の母国があるわけで。 ね、みんながこの大会をですね非常に注目して見て見ますはいなんかこうサッカーをね普段やってない人でもやっぱりこう国が戦ってるっていうことに対してすごいみんな関心を抱いてるし応援してるしそれがねやっぱすごい素敵だなっていうふうに思いますね、うん、だからこれはやっぱりこういう多国籍な国だからこそ感じられる部分なのかなというふうに思っていますはい。 でですねあのー、非常にですね今回の大会、まあ、面白い大会になってるじゃないですかね日本が初戦ねドイツに勝ってとかねアジア勢の頑張りが今このとこをね今回のワールドカップ非常に面白くしていると思いますねそんな中でみんながすっごいですねまあ僕がの友達ですけどね日本をすっごい応援してくれてるんですよ。 いいただいております、えー、とってもあそういう時にですねやっぱり自分の国のね誇らしい部分を感じれる瞬間だなというふうに、えー、思っていますね私は今日ですねまあ家からこの日本の国旗を掲げてですね絶対にグループリーグ突破して次のステージに進みたいと思います皆さん応援しましょう GO! 日本。日本さあ、選手が入場してまいりました。さあ、今日のですね、えー、私は。アベマ T. V. ですね。えっと、まあ、V. P. N. と言って、まあ、海外から日本のサーバーにつなげて。えー、見れるサービスを使っています。ノード V. P. n というですね、サービスを今回使わせていただいております。はい、こちらですね。海外に住んでる方や。まあ、日本に住んでてね、海外の。 映像を見たい方などねこちら非常におすすめのサービスになっておりますのでこちら概要欄に貼っておきますよろしくお願いしますさあただいまから国家斉唱が始まりますやっぱ国家斉唱っていいですよねやっぱこの国を背負ってる感じがとてもするのではい始まりました「日本の国歌」「桶のムー」 まさあ続いてはスペインの国家になりますこなんか、まあ、そんなにねいっぱいいろんな国の国歌聞いたことあるわけじゃないですけどなんか僕のイメージ的に他の国の国歌ってすごいこうポップっていうかすごい明るいイメージがありますよね。なんか日本はこう 毅然としたというか、こうまあ、それが日本らしいのかならしいとかよく分かんないですけど、今回スペイン、えー、ルイス・エンリケ監督を擁してですねただいま12大会連続16回目の出場ということで、まあ、無敵艦隊ですね、2010 0何年ですか2年は、えー、ワールドカップ優勝してお、南アフリカワールドカップをですね優勝したのはスペインということで、まあ、当時私は中学校、 3年生ん、2年生ですかね、そんぐらいでした。さあ、始まります。もう今日はね、もう勝つか負けるかと、勝つか負けるか、も生きるか死ぬか、もう長友選手も言ってました、生きるか死ぬか、どちらかしかないんです。結局ね、勝負ってこういうのが面白いんで、最高に面白いゲームですね。さあ、スタメン発表です。ゴールキーパー、ゴン田修一選手、センターバック、板倉選手、吉田選手、谷口選手。 中盤4枚ですね。ウイングバックの位置に長友左から長友選手、ツーボランチには森田選手、田中青選手、右のウイングバックには伊東純也選手、稲妻純也来ました。で、前線の選手ですね、久保選手、久保武蔵選手、前田大然選手、鎌田選手、こちらの3枚でございます。さあ、あの本田選手の解説、すごい話題になってますよね。確かに面白い。 確かにめちゃくちゃ面白いですね。まあ今日それをね聞きながらやっていきたいなというふうに思います。まあ今日まあ今実際カナダ午後2時なんですけどあのまあ実はね今日朝から仕事だったんですけどまあ今日こんなビッグイベントがあるということで私仕事休みました。<laughs> え仕事休んでですねこちらワールドカップの方に専念させていただきたいと思います。 思っております。ちょっと今日は午前中、朝大事な用があるというふうに。まあ、上司に伝えさせていただいて。ええー。休みました <laughs>、はい。さあ、始まります。さあ、始まりました。キックオフです。さあ。せ、まず前から、前からいきましょう。 やっぱ我々サッカー人からするとですね、やっぱこのスペインとできるっていう時点でもうめちゃくちゃ興奮するんですよね。めちゃくちゃ興奮します。さあ前から。<laughs> あんま行ってないですね。ああいいですね。前田選手が前から。すごいでもやっぱりあのー、この画面越しでも日本のサポーターの応援が聞こえますね。 おー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 おおおおおいやばいやばいオッケー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 さあ稲妻淳也あの稲妻淳也選手はえっと神奈川県の頭、えー、陽高校サッカー部出身でございますはい頭陽高校サッカー部から、えー、神奈川大学陣大の方に行きましたもう神奈川の誇りですね横須賀の誇りってにこう夢っすよねでもこう 今年はね、今回のワールドカップは本当にね、ほとんど見てます、僕。僕、なんでかっていうと、もうカナダとですね、カタールの時差がすごいいい感じで、基本的にあの試合は朝から始まるんですよ。こっちの朝、朝8時か10時。で、遅くても昼の2時から始まるんで、まあ、仕事の都合もありますけど、ほとんど見れてます。ほとんど。で、僕の職場でもね、あのワールドカップ見れるんで、 全然ほとんど見てますね。もちろんフルでね、見れない時きも,もちろんあるんですけど、かなり今年は見えてますね。<laughs> 本田圭介選手が選手のことをさん付けとかで呼ぶのってめちゃくちゃいいなと思ってて、なこれ結構他のね、あのスポーツでも言えるんですけど、その、まあその業界 OB の人とかがこうインタビューの時とかにね、こう選手をこう、 まあ呼び捨てにしたりとかなんかこうすごい上からな感じでインタビューするのが僕あんま好きじゃなくてなんとか選手どうですかとかねそういうのをやっぱこう年いってるこうキャスターの方とかでもあのやってるのが僕はすごいいいなと思っててだからそれがやっぱ感じれるのいいですよねやっぱそれがスペインスペインそれがねあの選手へのやっぱリスペクトにもなりますしめちゃくちゃいいですね。 でも絶対勝ちたいね、これ。ああ、ちょ、っとピンチ、ピンチ、ピンチ、ピンチ。まずい !OK, OK, OK.OK, OK, OK. <laughs> もう、セルヒオ・ブスケツ選手なんてね、僕がし、もう本当に、いつも中学生の頃からね、ウィニングイレブンで使ってた選手ですからね。まだ現役だと。 すごいよね、普通に。まあこれ僕サッカーやったことないんですよ。まあサッカー人なんですけど、サッカーはやったことなくて。まあ、やったことあるって言えば、まあ、小学校の頃から、あの僕の親友の幼なじみである、まあ、ケッケ。まあ通称ケッケって言うんですけど、ケッケと、えー、えまあ、散々ね、ウィニングレブンで戦ったと。もう何試合やったかわからないぐらい。 っていうぐらいね、本当にもうサッカーに関してはもうやってきたんで。まあ、当時の、うわーいい攻撃だなー。前半7分、7分19秒。めちゃくちゃいい攻撃。前から、いやーそうだよね。うわー、ここだよね。いやーいい攻撃だったな、でも。まずでもね、日本、 日本がいいすごい,い,い場面作ったわ。でね、あの、そのウイニングイレブンの、まあ、話なんですけど、まあ、初めてね、まあサッカーのゲームっていうのを、まあ小学校の時にやったと、やったんですけど、まあ当時ね、まあお互いね、結局も僕も小学生なんで、すごい結局はね、ずるかったんですよ。あの、僕らの当時って、イタリアのローマっていうチームがね、すごい強かったんですね、セリエアの。 で、そこのやばい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 ,やばい。あかん中いぐられてるオッケーオッケークリアクリアでね、その当時、ローマが強かったんですよ。で、ウィニングレブンって選手の能力、好き勝手いじるんですね。で、僕、全然やったことないウィニングレブンで、まあ結局は、 全員の選手を、あの、全員の能力マックスにして、いつも僕をボコボコにするっていうめちゃくちゃせこいことしてましたね。で、僕はさ、そんなね、システム知らないから、やったことないから、もうそれでずっと戦ってたっていうね、これ一生許さないっす。幼馴染ですけど、もう一生許さないっすね。それにね、やっぱ、それでやって彼はね、すごい喜んでたんで、絶対許さないっす。はい。絶対許さない。見てるだろうこの YouTube。 絶対許さないからなさあただいま前半9分いやでもこれサッカーってさほんとすごいよねだってこうゲームだとさこう上からもう全部見ながらさ僕らってねやるじゃないですかゲームってでもこうピッチレベルでやるってそういう風に見れないじゃないですかだってこうゲームってこう俯瞰してみるって言いますけどそれができるに対してもうフラットな目線でパスを。 出すんで、もうサッカーってやっぱすげえなって思いますね。OK。ー。わあまだ続く。やっぱセカンドボールですよね。うわあうわあはあまじかーいやーまだまだ大丈夫大丈夫。まだ10分よ。まだ前半10分よ。まだ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 。まだ前半10分なんでね。 こっから、こっから、こっから、モラタだよ。あー、前に入れてないっすね。うわ、マジか。いや、切り替えよう、ほんとに。てかもう、切り替えるしかないっすよね。普通に。だって。なんと、ドイツが先制したとの情報が今入ってきましたね。ドイツが先制。いやー、すげえな、でもカタールにさ、現地に行ってさ、応援してる日本の、 サポーターの方いや、すげえよな。マジでサッカー好きなんだろうな。前半、ただいま15分でございます。まあね、あの、4年前のワールドカップのこのグループリーグをかけた戦いの時は僕あの、渋谷ですね。渋谷のスポーツバーで見てました。その時の、えっ、ー、と、バーのですね、スペシャルゲストは、えー、ユッティでしたね。ユッティ。若ち子若ち子のユッティが来ました。 いや、これ怖い。あーー、OK。うわあ取ってくるよね。いや、でもほんと我慢の時間帯っすね。もうこれもちょっとりずつ1-0でキープしながら。これ面白いよね。この、牧野選手と、本田、本田圭介、本田圭介選手が、二人でこうで戦術を語り合うっていうのはね、こうした方がいいんじゃないみたいなね。ねそれが、もしね、 こう、ピッチレベルじゃなくて、こう、上から見てる人たちの俯瞰の意見が、もうシリアルタイムで、ね、現場の監督とかに入ったら、まあ、いい、悪いはもちろんあると思うんですけど、まあ、面白いですよね。気づかない視点とかもあるんで。だって、ガビー選手、スペイン、ガビー選手、18歳でしょ ?18 歳の時、俺何してた松屋、松屋でバイトしましたね。松屋で。時給950円の松屋で。くっそ忙しい松屋でね。 電車、あのー、三本ライン走ってる、しかも大学もある松屋で、18歳の時バイトしたんで、めちゃくちゃ大変でしたね。もう忙しすぎてバイトの人と全く仲良くならないっていう。喋れないんで。なん今回の代表のユニォーム、まあまあかっこいいよね。結構好きっすね。わあ、すごい、スタンディングウェーブ。ちょ、一応やってきますか。 オッケー奪ったうわで奪われちゃうんだよねいやー厳しいなー前半21分22分になりました

<laughs> 遅いな、オフさイ。出せや。俺がラインズマンやろうか、まあ。確かに遅いっすね。確かになんかさ、その、判定の時はさ、もうパッて上げてほしいよね、まあ。確かにテクノロジーにさ、頼るのもいいんだけどさ、でもこう、リアル感がないよね。リアルタイム感が。本当に。 スポーツってさ、こうリアル、もうリアルタイムで動くのが、もうマジ大事だし、もう、パってもうね、開けたったらいいの、ね、に。OK! うわ、マジか。なんで今のは早いん前半25分。なんでこういう時はさ、すぐパッて上がるのまあ、あ完全にオフサイドだかあるか。 まあ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 。まあでも、いい攻撃なんじゃないですかうん。いやーうまいな <laughs> スライディングいらんねんなまあ確かにね。うわー ダニオルもいいよね。好きだよ。ではサッカーってさ、本当にさ、意思疎通と、ね、その、が大事だと思うんすよね。いや、でもさ、かっこいいよね。だってさ、まあ、多分選手たちもさ、僕と同い年ぐらいだから、あのー、ね、例えばさ、ゲームで使ってた選手とか、ちっちゃい頃に憧れてた、ね、スペイン、 の選手と戦えるっていうのはさ、めちゃくちゃいいよね。夢があるなースポーツは。は簡単に取られないもんね。スペイン。ああいいディフェンス。ああやばいやばいやばい。ちょっと嫌なとこで。オオッッケケーーオッケーオッケー,オッケー,オッケーいや、本当にね、1-0で全然いいよ。もう後半から切り札いるんだようちは。 ちょっと水飲みますね。めっちゃ声出てるな、森安さん。ゃあすごいね。こう行った時に、もう一人かわしちゃうからね、スペインの選手は。すごいな、サッカーって。いや、ここだよね。いや、本当に前半、今29分、過ぎたところ。いや、本当にさ、このサッカー、 ガッて言って、もうこのスプリント早い、バッて初速を上げて走って止まって切り返してっていう、このね、強度高いよね、サッカーは。本当にオッケーオッケー日本がね、だんだんボール回してきてるね。前半30分30秒です、今。うーん。やっぱ面白いよね。なんかさ、こうサッカーって絶対、 こっちが強いとか言われてもなんだろう絶対こう流やっぱサッカーも流れのスポーツ野球もそうだけど流れやっぱスポーツって流れがあるからで今は日本の時間帯でスペインの時間帯みたいなね面白いよねマジ面白いねチャンスを作れるっていうのはねでもそのワンチャンスを決めれるかどうかだからね本当にあファールだ これスペイン、これスペインの選手とかにさ、こうポンポンみたいな、外国人、まあ、英語だったらさ、まあ、なんていうのか知らないんだけど、スペイン語で言ってんのかなこういうのって。スペイン語で総理ってなんていう、スペイン語でごめんってなんて言うんだろうね。こういうのって勉強すんのかな試合前にこれなんて。なんて言おうかなみたいな。谷口選手イケメンだなイケメンだな顔の彫りが深いね。 今ね前半の33分になりましたで吉田麻也選手がまあこのままでいいと OK 奪ったあー日本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  日本すげえな日本のサポーターいっちゃいっちゃいっちゃい,いっちゃい,いっちゃいばっちゃうおっうそうそうわナイスディフェンスオッケーノーオフサイドオフサイドない いやーいいねいいよ。すげえな。あんなゴールラインギリギリでゲームでも無理だよ、あんなの。あ、8会場で64試合もやるんだ。いや、そりゃグランド荒れるよね。きた、これ中、マン奪って。うわ、奪われない。いいね。谷口、森田、田中王のこのフロンターレめちゃくちゃ、行き来た うわあいやー、めちゃくちゃいい時間帯、今。前半35分。超えたところ、今36分。いやー、前半もう一回ぐらいチャンス来るっしょ。OK!OK!OK! ああ,ああ。えー、これさ、後半からさ、浅野選手くんのかあ,あファウルだ。 イエローカードだ。板倉選手イエローカードですね。HOLY SHIT! <laughs> 早いな。うわだ、ここだよね。考えてる間にもう、<laughs> 来ちゃうから。<laughs> マジか。さあ、前半40分になりました。もらった。 三試合連続ゴールってやばくないだ、もう奪ってもさ、なかなか難しいんだよね。だ、このスペインの選手もさ、やっぱり若いひ、若い人がね、出てるとか言ってるけどさ、でもみんなすごいよね。もうこの年齢でさ、国を背負って戦うってさ、むちゃくちゃかっこよないガチで勝ちたいね、これ。マジで。絶対勝とう二枚でいく。 うわ、上げさせたらあかん。ちょっと厳しい時間帯。前半41分、スペインが日本の攻撃、ここでね、回してるね。みんなさ、ケ、OK、ーうわうわここでバレれたらあかんで。ナイスナイスナイスディフェンス ナイスディフェンス。ちょっとスペインの時間帯だな。いや、日本サポーター声出そう。こう、横、横、縦。でもさ、すごいね。こんなところでさ、冷静にボール回せんだもん。OK。ああいや、谷口選手めちゃくちゃいいな。絶対さ、もうこんな崖っぷちで。 スタメンで出るってさ、えげつないプレッシャーやもんね。でもそれでもめちゃくちゃ冷静にプレイしてるて。もうやっぱプロっすよね。プロっす、これが。OK! ダイレクトあー。あー下打ち、下打ちしたらあかんな。大丈夫来ました。三笘銅安が呼ばれたそうです。 えでもこれさ久保さん変えちゃうのえでも久保建英変えるのはちょっと嫌やな見たいよでももしかしたらなんかこうファンとしてはさ久保建英さんみたいよねマジディフェンスライン3人イエローカードもらったってだこのイエローまあさ分かんないまあ俺分かんないわそのサッカー実際にプレイしたことないしそのイエローカードのね基準とかっていうのはでも今のは 俺でもわかるよさすがに吉田麻衣選手のえのさあロスタイム1分今ただいま45分経過しました45分で日本もさ要はスペインもお互いプラン通りみたいなところで言えばこっからじゃあどういう動きでもここマジマジマジこのアディショナルタイムで点取られるのだけはマジで無理めっちゃ集中してみんな森田選手のひげかっこいいよなこことここだけこれにしようかな でもやっぱ手入れが大変なんだよねこれ楽なんだよ長さ揃えるだけだからうううお前半終了うわ残り45分めっちゃみんなきつそうどうなんやろわかんないけどまあ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 プラン通りですねでこっから逆転に向けてやるしかないっしょいやー面白いさあこっからね後半に移っていきます頼むぞ日本いやー前半ねー まあ、プラン通りというところで後半、誰が出てくるのかとまあ、後半頭からその三笘選手が出てくるんじゃないかということで完全にね、我々のジョーカーなんででも僕、このあのゲームのスコアは2対1って予測してるんですよ2対1で日本が勝つってでつまり今、スペイン1点取ってくれたんでまあ、順当ですよね、ここまではだから後半、日本が2点取って勝つっていうまあ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  ほんとプラン通りっすね。ほんとプラン通りっす。もう頼むぞ、日本。あのねえ、でもこんだけさ、スポーツで盛り上がるのマジでいいよね。好きっすわ、スポーツ。いや、マジでいいよ、ほんとに。めちゃくちゃいいよね。いや、これね、日本が勝つじゃないですか。おヒーローっすよ、僕。 さあ、後半が始まります。後半頭から長友選手に帰って三笘選手。久保建英選手に帰って堂安選手。久保さん。久保選手。後半から来たこの二人が流れをほんと変えてほしいわ。もう三笘、三笘、三笘ですね。カルバハル対三笘。 うんうんうん、やっぱその三笘選手が前を向く瞬間ですね。日本にスイッチが入るんで。カルバハルのヒゲもかっこいいな。でもね、ここまで生やすのは結構厳しいですね。でもスペインからしたらさ、引き分けでもいいんでしょうだからそうなると、難しいのかわかんないけど。 うわはっはっははっははっはやばええー、き <laughs> たきたうわはっは来たよ <laughs> 来たよどうありつえぐー, <laughs> ーゴラッソや <laughs> やばすぎやろやばすぎでしょパモスパモスいやここえー、ぐっははやば言葉失ってるわいや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  これをね決めるのがいやーやばいっていやあるよあるよあるよいやでもさまあまあまあ一回冷静になろう一回冷静になろうよみんなみんな冷静になって冷静になって1対1だからまだまだ勝ったわけじゃないから大丈夫冷静になろう一回冷静になろうみんなうん一回冷静になろううん オッケー、オッケー、もう一回チャンス。田中を。うぅーうわはは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 は逆転えー、ええー、えオフサイドいや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 。VR? ゴールここでいやいや、やばいでしょ。うわー出てる。 出てるわー出てるなあー出てるなー出てるわーちょっと出てましたねこれは多分でもそ上から見た時に全部出てるかだからねサッカーは上から見た時に全部こうなってるかどうかだからまあ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 、まあ、<laughs> さあ VR 映像流れてう,うわ何とも出てないんじゃない めちゃくちゃやばいって。これ、これでマジ変わるって。出てんの出てないのどっち、どっち、どっち。いや、これ、ゴールになってくれよ。どっち、どっち、どっち。いや、結構だ。これもう迷ってんじゃない迷ってんだよ。迷ってるね。かなり迷ってんじゃないゴー 逆転いやこっからマジ長い。いや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 でも相手相当焦ってるっしょ。まだなんか、サポーター泣いちゃってるからね。いや、泣くの早いよ。 いやでもね、まだまだまだ、まだ終わってない、まだ終わってない。まだ終わってないから。ダメダメダメめ。落ち着こう、みんな。落ち着こう。calm down, calm down. 落ち着こう。ok, ok, 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 ok. いやー、マジでこっから頼むよ。いやー、これ焦ってるんじゃん。スペイン、どうどうよ、スペイン。焦ってんじゃないのうわ、選手をいんのか。 もう,一回ったうわ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 ださ怖いよねマジで本当に怖いよねいやそれ焦るでしょスペイン抜けたよ嘘嘘嘘嘘ウソいい止めなくてあー止めなきゃダメだったかあー顔からいったか何か今止めな止めんなよとか思ったけど うわ、マジ、神奈川の誇りだよ、田中さん。田中尾選手。あの、神奈川県の出身なんでね。いや、<laughs> いや、やばいってこれ、本当に逆転したの。いや、絶対勝つよ、これ。てか、勝ってくれ。だって、僕も、みんなに言われてるんですよ。友達に。いや、スペインは無理でしょ、と。スペインは無理だろう、うと。言われてます。 でも僕はね、言いましたよ。絶対日本勝つからって。絶対日本が勝つからって。もう言い続けてきたんで。絶対勝つ。いやー、これほんと冷静になろ。冷静になろ。マジでみんな冷静になろ。冷静になろ。うん。これさ、遠藤選手はで厳しいんか 来ためっちゃいいやん。めっちゃ走るみんな。でもね、まだ、三笘、三笘選手いるんで、まだ、えげつないハードワークだな。前半、今12分半。<笑><笑>えー、これ本当に余談なんですけど、フェラントーレス選手、えー、っと、スペイン代表監督のルイス・エンリケ監督との、えー、娘さんと、えー 交際してます <laughs> あの牧野選手もあの三笘選手のこと三笘さんって言ってるねもうホンダ選手のもうインスパイアのされ方がもうすごいないやーこれスペインそうスペイン焦ってるよねだって負けたらいけないもんねいけんのかな知らないけどどうなんだろうでもさ日本勝ってドイツスペインに2勝してグループリーグ突破ってやばくないこれ変わるね こう、前田大然選手多分これ浅野選手かんのかな今、後半、あんま壊ないね。怖いけどね。こっちからすると <laughs>。あの、めちゃくちゃ本田さんが怖くないねって言ったら、この寺川なナがね、あの、落ち着かせてますね。でもさすがそれを論破する本田さん本田選手。すげえな。自分の言ったことに対して、 つけられたら、そのさらに論破するっていう、この本田選手の、このトーク力、奪った奪ったあー。アワーボール、アワーボール。なんかサッカーってマイボール、英語でマイボールとは言わないらしいっすね。アワーボールって言うらしいね。見ました、なんかで。アワーボールって言うらしい。マイボールじゃないし、僕らのチームのボールっていう意味で、アワーボールらしい。覚えておいてください。いや、マジで前田大然選手やばい。 では、こっからその選手にもう30分間鬼の走りを見せてほしいですね。鬼の走り。大丈夫大丈夫。みんな冷静なのみんな冷静に。うん。そうそうそう。冷静にね、冷静に。今、日本3人変えたのかな日本3人変えた後誰変えるんだろうね。 そう、なんかその途中出場の選手がフレッシュだからってそういうわけではないらしいんですよね。これ僕あの、高校時代のサッカー部の友人に聞きました。途中出場って結構難しいよ、みたいな。まあね、それはでもね、野球も確かに感じますけど、あのー、サッカーだとね、やっぱそのスピード感がね、あるから。ただ、来た伊藤淳也折り返したあああ前半、 前半前半17分。で、めっちゃいい攻撃してるもん、日本。<laughs> 誰,誰,誰、誰、誰冷静になろう、冷静になろう。本日本バモニッポン。おい、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 おー、バモニッポン、日本 にっぽんばもにッぽん。オッケおっけ三笘選手一人で行くオッケっけ、奥前半18分ドーンリスああ、奪われた戻れ、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 戻れ稲妻じうわー <laughs> ナイスナイス、ナイス、ナイス、キャプテン 吉田麻也選手バモニッポーニッポーニッポーバモニッポーこのままいくととかいらないからまだ分からないからダメダメダメ油断しちゃいけないもう絶対復讐したいよねもうオリンピックでさ負けてんだもん絶対勝ちたいんだけどあルフ,ファール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 ,ファール,ファール いいよ、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 いいよ。スペインも相当焦ってるんじゃないスペインも相当焦ってるんじゃないのまあ確かに確かに確かに。だからこっからさ、だから、誰が来るかだよね。まあ俺は冨安さん入れた方がいいと思う。いや、俺もんとか言っちゃってる。もう、もうインスパイアの受け方がもうすごいよね。えー、これ誰出てくんだろう俺、まあでも、遠藤選手は厳しいのかな、やっぱり。誰入れんだろうね。誰入れんだろうね。 いやー、スペイン焦ってんじゃないの ?E1-2 <laughs>、e、だ。あ、マジか。マジか。スペインボールだ。おー、富汗選手来ました呼ばれた呼ばれた誰と変えんだ誰と行くんだろういや、これさ、その選手交代とかマジ面白いよね。これ誰に変えんだガビに変えて。ガビに変えて、誰だあれば ガビに変えてジョルディ・アルバーだ。左サイドバック。うわぁ、ファティ来るよ。ファティ来るよ、ファティ。くぅー怖ーだいぶ怖いな。だいぶ怖いぞ。誰に変えるんだ、トミヤスさんは。あー、カマダ選手に変えて、トミヤス選手。来たートミヤス選手来ました。いや、これね、あのー、 今前半二十、なんだ、何分だ今前半二十四分になるのかなあと二十分ちょっと。長いなぁ。かなり長い戦いだなぁ。<laughs> もう、世界一長い二十分なんじゃない日本にとって。あ、スペインはもう、スペインはもう全部交代カード使い切りましたね。いや、マジ怖い。でもジョルディアルバと、まあ、冨安そこに入れてくると。 オッケーオッケー奪ったああ。その、ね、奪ったところでね、繋げると、取れた来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 た,来た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 うわ。いやー、前半24分。三笘選手、単独突破。早や まあまあまあ。まあまあ、佐野選手、まあ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 。コスタリカ逆転ちょっと今入ってきた情報によると、コスタリカがドイツに逆転したそうです。やばいって、それは。マジ面白いじゃん。で、引き分けちゃダメなんだね。あ、でもまだ、まだ終わってないから、お互い。まだ終わってないから、お互い。まだ終わってないから。落ち着こう、落ち着こう。うん、マジみんな落ち着こう。大丈夫。 落ち,着こうよ落ち着こうよ。落ち着こうよまあまあ別にいいんだよね。別にコスタリカが別にコスタリカが別に勝った勝っても別にどうでもいいんだよ。日本が勝てばいいだけだから。さあ板倉選手対アンス・ファーティーのマッチアップ。ああ、そこだよ。大丈夫大丈夫。後半26分過ぎたとき26分半。ああ、今日家賃下ろさなきゃいけないんだ。忘れてた。 家賃おろさないといけない。もうこの後ね、僕、仕事もあるんでね。あんま、長くあれしられないですけど。まあでも試合だけは絶対見ていきます。うわーー、うまいなうわ、選手が来た怖いオッケー先に触ったオッケー。スカルバハル、持った、三笘の対応。ここは、マジ頑張ろう。うわ、うわ、うわ。クリア。オッケー。 全然問題。No problem.No problem.OK、okay.。ど、どいつ追いついたドイツ追いついたらしい。いや、いいよ、もう。<coughs> 日本、勝てばいいんだよ、もう。勝てばいいんだよ。フェラントレスか。うわ、このカードが怖い。怖い。やばい、選手、な、な、中で持たれたらやばいね。おー、いい対応だな。いい対応だよ。 めちゃめちゃいい対応してる。すごいね。ま、その、ホンダ選手とマキノ選手が、あのー、意見が、ぶつかってるわ。<laughs> 引き分けなら方がいいのか、それを選手に伝えた方がいいのかっていう、この、あれをめちゃくちゃ論争してる。うわー、いい対応。いい対応だなめちゃくちゃいい対応。いや、これね。いや、ほんとにすごいよ。だって、 もう俺がサッカー好きになった2010年のワールドカップの時に本当にサッカー、まあ前からサッカー好きだったんだけど、でもすごくハマったのはやっぱり、すごくハマったのはやっぱり2010年のワールドカップの時で、あの時にね、本当にサッカーはめっちゃ面白いと思って、うわ、めちゃくちゃいいディフェンスじゃん。さすがアーセナルだわ。 後半30分の峠安さんのディフェンス。えぐいいや、すごいね。で、まあね、その時にワールドカップを、まあサッカー、ワールドカップを見てね、まあサッカーを好きになって、まあその時はさ、あの、まあ決勝リーグ行って、あれだったけど、まあそっから長いね、まあ約10年ちょっとが過ぎて、まだこのサッカーに、ね、ワクワクさせてもらってるっていうのはすごいよね。 いやー残り15分。いやあ、マジで今日仕事休んでよかった。うんあの、午前中、朝ね、午前中からの仕事を休んでよかったわ。でもこれさ、相当なプレッシャーだよね、ほんとに。うーん。なんか、なんかその、このボール、めっちゃ持たれてる感あるけど、でも別にまあ、持たしといて、うわ、そこ持たれたらダメ。だから、持たれてもいいんだけど、持たれてるけど、まあ、最終的にね、シュートを打たせないと。 うん。まあ、回されてるけど、もう、我慢の時間帯ですね。要は、ラインを上げたいっすよね。要は。要は、ラインを上げたい。うわぁ。いやぁ。いいねぇ。いいねぇ、いいねぇ、いいねいや、長いよねだって俺、俺、この間とかめっちゃ早く感じたけどさ、 めっちゃゆっくり感じるよ。OK! いや、ってかほ本当にかっこよすぎでしょ。いやー、o k 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 ケー、いいよ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 。もう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 いいよ。回してもらって。もうボールボ、ボール回してもらって。そこそこそこ。イエス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 。いや、でもさ、めっちゃきついよね、絶対。こう 絶対こ、こんな攻められてんの。めっちゃいい守備。あ、ここ、ここ。うわ、めっちゃいい、同案。だって、あー。たくま、今の勝てよ言ってますね。あと10分。10分。10、まあでもアディショナルタイム多分、5、6分あるだろうな。あとだから20分ぐらいじゃ二20分じゃない、15分ぐらい さあ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 、今ね、スペインが日本人内でボールを回してんだけど、だからここだよね。この裏。うわ、怖い。怖わうわ、どっちゴールキックどっちをえ、すごいな。でもなんか、この、富安選手の安心感えぐいな。実家帰った時のソファーぐらいもうだって、安心感やばいもん。いや、てか、この、本当にね、すごいわ。なんか、もう、 富安選手の安心感が半端じゃない。本当に。9回表の藤川球児ぐらい、本当に安心感半端じゃないわ。いやー、マジで田中王ゴールやばいなでも絶対ね、もう、1回か2回は、1回2回以上ね、絶対日本もう1回チャンスあるから、絶対にね、行くべき。耐えるべき、耐えるべき。耐えるべき。もうさ、相当スペイン合ってる、あ焦ってるよね、だって。 あファール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 。フフファァァーーールルルオッケー。前半36分。ファールです。さあ、フリーキック。あーもう3点目取ったらい、3点目取りいきたい。ルイス・エンリケ。さあ、後半37分。 おーめっちゃいい攻撃完全にフリーやんさあ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 、ここ落ち着こう、マジ落ち着こう。いやー収めてよかったね今の。今の。収めてよかったんじゃないいや、いい選手だよ、ほんとに。めっちゃ吉田前めっちゃ好きだもん。めっちゃかっこいいもん。 あの、吉田前選手は、あの、常に、あの、バリカン持ち歩いて、あの、武将髭にならないように、設定してるらしいですね。ちゃんとそういったとこの細かいメンテナンスもできてるんで、すごいっす。ケー戻れ、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 戻れ。戻れ、戻れ、戻れ、戻れ。うわぁ、めっちゃビッグチャンスやったけどな。いや、もうスペイン相当焦ってるよ。オオオッッッケケーーケーオッケーオッケー さあ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 、マジ我慢の時間帯。今、前、後半39分。後半39分。マジ守備、うん、ハマってるんだろうね、これは。だからスペインもなかなか出しどころがないもんね。って言って打ったら入れてくるんだもんね。うわーめっちゃいいディフェンスで、あの角度でさ、もうアセンションにもらったら、本当にね、ゲームだったら絶対入るから。 だからそれを今め、めちゃくちゃいい守備。クロス。オッケー。危ない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 。危ない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 。や、ここマジで耐えどこよ。耐えどこ。おーナイスクリア。めっちゃいい、めっちゃいい。オッケーオッケーオッケー。落ち着こう大丈夫、俺。めっちゃ落ち着いてるから。めっちゃ落ち着いてる、俺。遠藤選手来ました。田中尾選手変えて。 いや、ここさ、うわー、マジでいい。マジでいい。マジでいいディフェンス。めっちゃいいなめちゃくちゃ、え、三笘選手のディフェンス、えぐないいやー、田中尾選手。いやー、マジで、えぐいよね。HOLY SHIT! さあ。 我らが鉄壁のデュエル王遠藤航選手来ましたよ遠藤航選手さあ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 奪うまいいやでもさここで遠藤選手をさ出せる日本のこの層の厚さすごいよねアドレナリン全開で今言ってましたけど本田選手もアドレナリン全開でバッチバチにいってほしいねもうこの三笘選手のこのディフェンスがバチバチでもうす えぐいよね。来た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 これ40分スピード、ああうわー。ロードリーえぐい。うわロ、ロードリーえぐいな。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。やばい。やばいやばいやばい。今42分。もうすぐ43分回る。オッケー。うわ逆サイド。怖い。 ナイススディフェンスいや,やっぱこれ富安選手のもうえげつないわ上げてきたオーケー。えこれさほんとに日本さスペインに勝ったらだってやばくないいやあうわっうわっナイスナイスセイムナイスセ前半、後半44分うわあそこのやっぱ怖いね だってゲームだったらあのコース絶対入るもんロドリのロドリの緑はマジ怖いから <laughs> しゃあしゃあナイスうわうわうわでかい今のうわマジでうわこんうわースーパーだよもう ゴンダ、ゴンダ修一さん。日本ボール、日本ボール。いや、危なかったなーいや、スーパーセーブだよ。いや、すげーげえよ、これ、ほんとに。ちょっと語彙力がね。もう時間稼ごう、時間稼ごうよ。まあ、行こう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 。ナイス。7分 って言ってないっすね、今日は。7分っすけど。言った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 。7分 <laughs> 前もしこと言ったって言ってるわ。7分長いなぁ。まあでもあれだよね。VAR とかさ、あったから。いや、きついなぁ。マジできついな、7分。いや、マジで選手頑張ってる。選手は頑張ってるから。まあ、俺ら、だって、俺らさ、もう応援するしかないんだから。ドイツ4対 2? いや、絶対追いつかればダメだって。<coughs> も,うも,うもう、もう、も <coughs> う。ナイスキーパーナイ、ナイスキーパー。た <coughs> 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 クマサイド行けって。すごいな。もう、監督、監督、もう、監督だよ。もう、もう、ピッチレベル行った方がいいよ。なあ、あのー、牧野選手と本田さん変えた方がいいんじゃないかな。そう、もう、ピッチからさ、もう言えるじゃん。 もうお前行けよみたいなさ、コーチングできるからさ、もうなんかいいんじゃないかね。なんか決勝リーグもし行ったらさ、いや、み、いや、すごいな。これはマジでわかる。俺でも。三笘選手のエグさは俺でもわかる。え、多分世界中の人がわかるよね。だ今日サッカー、あの、サッカーって何っていう人でも多分マジでわかる。 本当に。OK。OK.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  冷静に冷静に。時間使って。キープああ、いや、でも今日はその三苫選手のディフェンスでの貢献度っていうのはバケモンだね。いや、長い。ガチ長いな。47分半。絶対点取る。そう、あのコースね。 アセンシオのアセンシオのサイドのところだよここあとあと4分ぐらいあと4分ぐらいだあー森田選手 いや相当やばいよねこれクソ強度高いもんねだからさねそう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 すごいもうベンチ前みんな立ってるよいやーめっちゃいいディフェンスきた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 あーそのいけ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 うん行っていいよ行っていいよ いや頑張ろう、頑張ろう、日本。日本、頑張ろう。頑張れるところ、最後、走ろう。うわぁ、そこ、収められるオッケー、ファーサイド。オッケー、下げて。ここ、守備。オッケー、ナーイスナーイス 根性や、こっからはいや、根性ですね。今、本田選手言ってましたけど。いやいや、お互い苦しいもんね。スペインも日本も。だけど、だけどだよ。だけど、ほんと気持ちだよ。もう、こっからは。マジで気持ち、こっからは。最高、行こう、行こう、行こう。大丈夫。いや、大丈夫。冷静だから。冷静になろう。冷静だから。うん。冷静になろうよ。 絶対にダメだから。あとあと2分あと2分あと、約、あと2分。あと2分あと約あ分、約あと2分。うわ、いい、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。めっちゃいいディフェンス。めっちゃいいディフェンスやん。あと少し、あと少し。OK, OK, OK. あと1分半、あと1分半。1分半。 いやいやいやだな、いやだな、やだな。おっけー、ゴールキックよし。いや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 、キープ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 。いや、キープしよう。マジで、あと1分であと1分だよ。あと1分ぐらいいや、もうこれサポーターすげーな、現地の。 いやだ、もうさ、もう、思いがもう違うよね。いや、ここマジで、そうだよね。そう来る。しっかり。うわぁ、ナイス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 。時間使おう。え、やばいって。やばい、え、こ、いやもうもうもう,もう、もう、勝ったよ。勝ったよ。勝ったよ。いや。ラスト、ラスト、ラスト。

うわ <laughs> うわ<ー> <laughs> やばいって <laughs> やばっ<ー> <laughs> ええー いやー、やばいやばいってやばいって。ええー、泣いてるもんいたから選手。<笑><笑>いや、いや、来たよ来たよ。もう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 。いやー、ありがとう。 いやーありがとうジャパン。<laughs> やばくない。やばくない。うん、わー。<laughs> I'm f r o u d of Japan。<laughs> wow. いや、うれ嬉しいだろういや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 ,いやもうやばいってやばいって勝ちましたー日本やばいね興奮やまないわ興奮やまないうわーやばいな いや、目頭熱くなりましたね。涙はね、目頭熱くなったわ。え、これすごいよ。いやー、すごいな一生忘れない日になったわ。だって決勝トーナメントしょいやー、ほんとにすげーよ。